どうも、イズログです。はい。で、今日は9月3日です。4時くらいかな、今。4時半くらいか。はい。まあ一応ね、洋上プラダンにて、ここのね、今年の4月にスキー場から帰ってきたときに、地震で割れた窓ガラスかな。3月か2月くらいに、福島県沖で、確かね、震度5くらいの地震があって、それでね、割れちゃったんだけど、まあまあ、いい感じでしょう。洋上プラダンで、はい。まあ、これで、雨が打ちつけても、そんな入ってこないからいいっしょ。で、まあ、来年の課題としては、ここら辺の窓っすね。この木枠の古い窓。で、特にこの部屋の窓の、これ。これね、レールが、これ下落ちちゃってるんだわ。だからあそこのさ、溝にはまってないんよ。これこれこれ。だからね、鍵を外すとこれ窓が問答無用に落ちるんで、はい。まあなんとかしていきます。で、あとね、ここ。雨が降るたんびの集中豪雨なんだけど、まあこれ一回ドブをですね、さらってみないことにはわからないと。いう感じなので、ちょっとドブでもさらってみようかなって感じです。で、前にね、やってもらったんだけど、あともう一本シリコン欲しいなって言われた時に、あ、ないんだよねってケチっちゃったんだけど、多分ね、便器の下、ここだよね。ここら辺からも、入ってきてるんだわ。水がね。ここ、ここ、ここ。で、ここも結構ぶっといね、張ってたから、まあ、こっからも、シリコンでやろうかなと思ったけども、もうやめて、来年はちょっと水を使えるようにするから、ここ。まあちょっとあそこの草がね、わかりにくいんだけど、ここのあの白いね、シリコンがあるヘリを、もう全部生コンかセメントで、やっちゃおうかなって、もう一回固めちゃおうかなって思います。一応このマスは役場の持ち物らしいんだよね。まあ地図上はないとか、地図上はないって言い張られてるけど、まあ実際あるんだよっていう話で。まあ一応あそこの水草が生えてるこの際だよね。穴が開いてる。これは俺の建物の土地のうちなので、基礎のところからね、すれば。だからあそこはちょっと生コンかコンクリを打っちゃって、そうすればもう入ってさすがに来ねえだろうという感じなので、まあ、やってしまおうかなって感じです。そしてやっぱりね、内側もう一回役場に行ったら内側からまた生コン基礎の地面に打て言われたけど、な時間と金がないんで、まあそんな感じの構想です。まあ、建物の基礎がなんかね、モルタルで一部できてるんだよな。砂利とか入ってるし、まあ、草も生えてきちゃったけど、まあ一応残ってたカソロンとかはもう撒いたんで、あとこれから冬だからまあいいかっていう感じで、これであさってフェリーに乗って、香川行ってきます。まあ、こんな感じだね。